まあ、今回はね、やばいオタクとつまちってことで、まあ、あなたの周りにいたリスナーさん、まあ、外役リスナーでもいいですよ。まあ、一緒にオタクをしていた友達で、こういうことやってました。もうやばいんですっていうのをね、ぜひとつまち、とつまちで教えてくれたら嬉しいなということで、やっていこうかなと思います。まあ、いるんですよ。友達でね、例えば、ライブの盗撮をして、それを回してたとか、まあ、あとは、あとなんだろうな、こう、パパ活してたとか。まあ、そういう裏の話がいろいろあるんで、まあ、そういうの聞けていけたらなと思います。はい、噛みました、今噛みまみた。はい、こんにちは。あ、こんにちは、初めまして。何歳でしょうか？はい、16歳です。16歳。声ガラガラだな。俺と同じ。大丈夫か？ごめんなさい、うん、大丈夫です。待って、これやばいオタクということでね、まあ、あなたのことなのか、はい、友達のことなのかっていうのをまず教えてほしいんですけども、前つながってたネットのお友達なんですけど。はいはいはい。どういう風にやばかったんでしょうか？平成ジャンプっていうジャニーズアイドルグループがあるんですけど。はい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 。それのライブに、うん、これちょっと次のやつ参戦するんだよねって言われて。もうライブに参戦するって言われた。はいはいはい。はい。で、あ、いいじゃんみたいな言ってたら、うんうん、実は盗撮してたことあるんだよねって言われてしまって。ライブの。はい。え？ってなって、いや、盗撮って悪いことだよねみたいな、なんでそうやって言えるのみたいな、うん、って聞いたんですけど、はい、いや、なんか撮りたかったから撮ったみたいな。あー、まあ、悪いことに対しての自覚がなくて、撮りたいという欲求で撮ってしまったってことですね。で、それでなんか、うん、大丈夫だったのって聞いたら、はい、いや、なんか警察に捕まって出禁になるところだった、母みたいな言われて。撮ってるところ捕まったの、警備員に。なんか見られてやばかったみたいな。何歳なんそれ相手？忘れちゃったの。でも10代後半だったのですけど、18と、それやばいね。はい。えぐいね。いや、本当に聞いたときびっくりしちゃって。周りにこんな人本当にいるんだと思って。ああ、びっくりするよね。まさかいると思わないしね。なるほど。まあ、それで、まあ、その人とはまあ関わってないという状況なんだ。ああ、そうです。そういう人はなんか罪してるっていう意識がない人とあんま一緒にいたくないし、盗撮とかって悪いことだから。してる人とは一緒にいたくないなと思って、こちらから切らせていただきました。いえ、なるほど、ありがとうございました。はい、はいはい、いえいえ、こちらこそ。やばいのがね、盗撮して売ってるとかあるからね。はい、何歳でしょうか？18歳です。あ、18ね。あ、いい、はい、大人や。え、大人ではないよ、子供だけど。大人で、はい。じゃあ、そんなあなたの、あなたがやばいオタクですか？ちょっと周りにいたやばいオタクですか？周りってか、一緒に参戦した子がやばい子でした。参戦ではどこのライブに参戦したんですか？いちごの。ああ、いちごの王子様ね。ああ、そうですね。はいはい。それな、どういう風にやばかったの、参戦した子は？なんかもともと仲良かったわけじゃなくて、はいはいはい、行く約束してた子が急に行けなくなっちゃって、チケットが余ってたんで、はいはいはい、ツイッターで探して急遽みたいな感じの子だったんですね。はいはいはい。で、年も同い年ぐらいで、うん、その朝からその最後までっていうか、ライブ、うん、終わるまで一緒にいようって約束をしてて、うんうんうん、グッズ買うじゃないですか。ああ、買いますね。はい。したら、そのグッズの缶バッジを、はい、なんかそのめちゃくちゃ大きい声出すんですね。大きい声出す。うん。なんかその推しだったらめちゃくちゃ、もうめっちゃ遠くでも聞こえるぐらいの。じゃあその子の推しは誰だったの、ちなみに？その子の推しは誰だったの？青い？青いヤギ。あ、青いヤギやった。おー、はいはい、それで。はい、それで、うん、まあ、ちょっと周りからもすごい見られてて、うん、ああ、ちょっと静かにみたいな。早く言ったんですけど、うん、全然静かにならなかったり。で、そう、嬉しいから叫んじゃったってのじゃなくて？いや、違うんですよ。どう違うの？違くて、うん、なんか、その推しじゃなかったら、はい、いらないんだけど
あことを言うんですよ。大きい声で言うんだ、いちいち。そうそう。あー、じゃあ推しじゃないものが出たらいらないんだけど、推しが出たら来たーって言うんや。そう、それと、うん、あのライブの会場アリーナだったんですけど、はいはいはい、その銀テープって飛んでくるタイミングが分かるじゃないですか。あ、分かりますね。で、そのアリーなんて言うんですか、1列ずつあるじゃないですか、席って。はいはいはい、はい、それの真ん中ら辺だったんですよ。うんうんうん。そのそしたら左右に人がいる状況じゃないですか。うんうんうん。そしたらその銀手が飛んできたら、その人たちの椅子を土足で上がって、え、銀手を取って一番前まで行くんですよ、最前まで。え、どういうこと？割り込みをするってこと？通路側に出るために隣の人の椅子を土足で上がって、うん、通路側まで行くんですよ。うんうん。で、通路側まで行って帰ってくると思ったら、うん、その一番前まで走ってって、うん、みんなが座ってるのにヤギヤギみたいな大きい声で呼ぶんです。へえ。だからまたとりあえず割り込みをしたってことでしょ、いきなり前にバーンって出て。まあそうですね。へえ。それ一緒にいた人の、それ初めて会った人、初めて会った人ですか。そう、相手何歳か分かんないの。相手は1個下、うん、17ぐらい、17歳ぐらい。ああ、まあ好きすぎて暴れちゃうってことか。暴れてました。わかりました、ありがとうね。ありがとうございました。大きい声で出すとかわかるけどな、まあ17だったらある程度の常識はわかると思うけど。何歳？14歳。病んでんの？病んでない。そうなんだ。で、あなたが、いや、周りにいたヤバい害悪ですか、そのあなたが害悪ですか。どっちもなんだけど。どっちも、おー。じゃあまず君のものから言ってもらって。あの、もうやめたんだけど。はい。まず、もともとイチゴのリスナーで、自分がイチゴのリスナー、はいはいはい。そう、で、同担拒否リアコをしてて。誰の同担拒否のリアコだったんですか。オレンジ。あ、オレンジの。オレンジ、はいはいはい。そう、オレンジの。はい。それで、あの、ライブで、うん、後ろが同担だったから、はい、連番の子も同担拒否で、はいはいはい、だから、あの、それで後ろの子が低い中、連番の子と自分の推しと被ってたから、うん、なんかちょっと嫌がらせしちゃうみたいな、そういう感じのノリになって、え？そういうノリになって、はい、それで、あの、椅子に座るやつで、いちごって大体そういう感じじゃないですか、ライブ。あ、はいはいはい。椅子に座れるじゃないですか。座れるんだ、行ったことないか分からんけど。うん、座れるんですよ。うんうん、それで、椅子の上に二人で立って、え、後ろの人見えなくしたりしてた。え、そんなことしてどうすんの。え、後ろの人見えなくして。やめたんだけど。君は何歳の頃それが。何歳だろう。小6？中1あたり。小6でそれやってんの。それさ、だって後ろの人をライブ見るためにやってんの、それやっちゃったら意味ないじゃん、だって。だからやったんです。でもそれ本人悲しむじゃん、そのことされたら。そうですね。いや、その時本当に何も考えてなくて。はい。自分と推しだけがいればいいやみたいな、そういう感じだったから。キモいなそれは。で、周りにいたヤバいやつって何ですか。まず盗撮と。盗撮。はい。盗撮を売ってた。うわっ、それ何の盗撮売ってたの。ライブ。誰の。いちご。うわー、やばいじゃん。盗撮を売ってた。盗撮盗聴。1個何円。え、1000円とか。友達が。君はやってないんだ。やってない、やってない。なんかたまに無償で配ったりとかしてた。無償で配る。売ってる、売りながらも無償で配ってるってこと。無償で、なんか無償企画とか言いながら配ってた。やばくないそれ。なんかリツイートといいねした人に抽選で配りますみたいな。
私よりやべえなって思って。いやお前もな、変ななんかね、恋心抱いて迷惑なことしてるけどな、お前も。わかりました、ありがとうね。はい、はい、本当に小中高はしょうもねえな、マジで。